それだけど、それでそんな何ですかそれ、これ、なんですかそれ、僕特製スパムおにぎりです。でポイントは、ご飯の量えぐい。え、手作りで作ったの？手作り作った、ただラップで包んだだけなんだけど。だからここのっていうのは心ここのが心の楽屋が臭いのは、ね、やだ、ね、スパムのせいじゃないスパムのせいじゃない、マサルだよ、マサルのせい。しょうがないけど、目標距離3分、1人っていうか、ワングループ3分、はい、3分3分、あの4人揃って、もう一言言って曲振りっていうぐらいのテンポ感でいけたらいいな。で僕らもあの4人は、前面に並ぶんじゃなくて、2-2でこっちとこっちにフォーカスを飛ばしたいから、でここら辺がもう気にならないんですよね。だからなんかそれぞれでわちゃわちゃしてくれればいいかって感じ。なんか前今前に面に立ってやってるって感じだけど、前に行っちゃったらもう行っちゃっていいってことだよね。そう、行ってこの端と端でこう2-22グループがやってるって感じにしたいから、はい、そう、そこはちょっとさっきとはちょっと変えて、はい、ちょっと戻っちゃうけど、ここのこの前ハトボーリーのハケはテキストのイントロが鳴っちゃう前に無くなってる方が本当は嬉しい。そうですね、一回あのって言ったよね。もう一個でもつながりが、そのアンテナが多分やったんですよ。あ、はいはい、アンコールですね。いけないは、ルナちゃん喋っててそのままの方がいいんじゃないか。はいはいはい、ちゃんとしてほしいんです。はい、そうなんで、で、そのテンションのまま写真を撮って、ドゥなんですか。次はもうコールしたらいいですよ。それはでもその曲、はい、で、ちょっとそこから、まあ、これとここでしっかり4人からのメッセージだけ与えたら分かるので、はい、でそこに雰囲気作りして光るだけでいい、はい、で、光もどうなんだろうっていう、まあ、もちろんひらひらのことについて話したいのはそうなんだけど、なんかひらひら前はね、あった方がいいと思うんだよね。なんかもしだとするんだったら、 Always
まあ、ちょっとひらひら前にあって、オールレーズ前はもうなんかちょっとあのひらひら終わりをさっき暗転しないで言ったんですけど、もう暗転しちゃって、はい、ちょっと長めの暗転にして、ちょっと全然的に、その曲をちょっとエコースティックから聴いてくださいって、そのまますぐ行っちゃうって感じですか、うん、長めの暗転ちょっと作って、その間に休憩、水分補給して、位置ついて、シャルレきっかけでちょっとブワッとつ照明ついて、ボールつくって感じ、うん、そっちの方が確かに気になる。あとお前フリースタイルとかじゃなくて、普通にブーヤの中のワードを、ワンフレーズを言って行くか、まあその合図ないよ、そんなに削って決めるっていうか、まあ勢いよくブーヤを行くか、うん、で次の曲の感じになって定位置に着いたらスナッピングスナッピングスカム呼び鳴らしてほしいなダンダダンだったの。はいはいはい。呼び鳴らしてほしいなスダンダダン。うん、その時は時代刺すとかってことを呼び鳴らしてほしいなと一緒にフェードアウトと同時にと。それかいきなりもう暗くなっちゃっても呼び鳴らしてほしいなスンダンダダンで。曲振りタイトルコールじゃないってことですよ。欲しいな。全然それでいいし。まあそう。ああ、そこをまあ分けれたら、はい、分けた方がこっちも上げやすいなっていう意味が。ウォルディサインとファイアフォックス。そうですね。でもまさくんもそうなんです。イントロ振ったまましかにしてあげた方が0時落ち着いていけんじゃないかなってもちょっと思ったね、うんうん、っていうみたいな。なんか、まあそこで、まあ、0時が喋るみたいになっちゃうけど、あの喋んなくてもいいんだけど、まあ、逆になんかちょっと振ったましくらい回してあげてこういう感じでいいのかな、いいんじゃないかなってもちょっと思ったね、うん、なんか流れが悪かったね、ランからのスターライトで、うん、思わなかったね、まあ、ちょっと曲調のなんか世界観急に変わったみたいな。ねえ、まあ曲感をもっと開けるかとかどっちかだけど、なんか、うん、どっちがいいと思う？ちょっと二回しにしていいか、ビート二回しにして、逆に、逆に喋るとしてもスターライトパレードだと MC が入るから、もしスターライトだと何か続くなら喋ってもいいと思うんだけど、ちょっと難しいよ確かに。世界が変わるのがわざとやることで、あ、そういうふうにやってるんだけど、終盤だし、電飾だけ作ってもいいけど、その時0時に当たってなくてもいいから電飾って後ろに近く、うん、あれだけついて、あれだけその頭の0時の時だけついてて、イントロになったらパフォーンでつくとか、そういうやつでもいい。正面今なんかそういうやつだったの。はい、どうファイアワークスがあったの。珍しい。ライブの方では絶対文字は直さない。トラックのクリップ絶対直さない。仕事してます。隠してほしいなと。え、どうやってやってるの？グレーでやってるじゃん、で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 、たぶん俺とマサル君しゃがんでるけど、後ろ側がラウンドって書いてある。マサル君ちょっとごめんね、ここしゃがんでる。ええ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 
あのメイン。あ、しょうがない。しょうがない。俺がしょうがない。取り納めだから私。あ、そうなんだ。そうも切るから。どうでした？今日芸人やってみて。いや、なんか最初昨日、あ、もう本当にくじけそうでマジで逃げたかったんですけど、うん、そのおかげあってか今日なんか少しだけ自信持ってできたから嬉しかったです。嬉しかったですか？あと歌詞も一回も飛ばなくて嬉しかった。お、よくやりましたね。一個でも飛んでないよ。何？だって僕毎晩書いてるもん、寝る前に。もう子供の子供の子供のテストみたいな。子供で。Not for a check.